皆さんどうもこんにちは、打楽器の演奏家の島崎優斗です。本日はバークリー音大で結成された日本人バンドの皆さんに来ていただいてます。はい、はい、ボーカルの大成です。ドラムの優希です。ギターやってます夏希です。ベースの成田です。キーボードの愛です。よろしくお願いします。今日皆さんにカービィの曲をちょっと演奏してほしいということでお願いしてるんですけど、まあ、どういうのをやるかっていうのはまだ言ってないんですよ。バークリーってめちゃめちゃ有名な音大じゃないですか。で、僕はクラシックの音大出身なので、その場でセッションするみたいなやつとはまたちょっと違う感じの音楽家なんですよ。で、僕よりもおそらくその場のノリでセッションするのが上手いだろうっていう、めちゃくちゃ反対を押してくれた。皆さんにカービィの曲コード譜だけ作ってきたので、それを渡してどんな感じになるのかなっていうのをね、今日見ていただきたいなと思って、今から楽譜を渡します。はい、はい、よろしくお願いします。楽譜がこういう感じ。今日カービィなのでやっぱり有名なグリーングリーンズっていう曲持ってきたんですけど、本当に知らない知らないって言われてる。コードとメロディーとなんとなくのリズムしか書いてないので、これどうなんのかなっていう感じですね。できれば全然原曲じゃない風にアレンジしてほしい。こうなんのみたいな。またメタルやる。メタルはできない。でしかもこれボーカルいるから。やろう。はい、じゃあ早速やってください。はい、じゃあ今セッティング終わったので、ここから演奏というかリハーサルまずしていただくんですけども、まず最初にこれ通りちょっと弾いてみません？はいよ。そう、なんかこんな感じっていう。だから誰がメロディーやるとか。 I play melody, you play melody。 このくだりいらないかも。英語で言うと I って I なのか私なのか私の名前なのかが分かんなくて、っていうアメリカンジョークだったわ。そうそうそう。I play melody, I play melody, you play I, 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 who I play melody って。こんな感じ。まあでも原曲あんまりだからそんな詳しくないですもんね、皆さん。そうですね。で、このコード譜渡されたら、まあ大体初見でこうなるっていう感じです。っていうふうに今日はちょっと音楽的なのを解説しながら皆さんにリハーサルしてもらおうと思うので、ここからはもうフリータイム。制限時間はどうしましょう？ 15 分くらいでいいですか？はい。じゃあよろしくお願いします。じゃあまずジャンルどうしましょう。そうそうそう。はい、ジャンルどうしましょうか。出ました。ジャンルボサ。ボサラサ。ボサってボサの場のことです。あ。これボサバージョンってカービィカフェって知ってます？カービィカフェっていうのがですね、常設されたんですけど、はい、スカイツリーの中に、はい、で流れるやつがこんな感じなんですよ。だから今ね、ただカービィファンが見てたら、もうカフェじゃんみたいな。そうそう。スイング？バラードスイング的に。まあちょっとゆっくりめなジャズの曲みたいな感じ。バラードスイング。いやこれなんかこの辺でアドリブかますよ。ここから僕顔出すのうざいと思うんで、隣で音声だけにします。大変そう。こっちで改めて言いすぎない。
となんかキメキメなのとかできます？とりあえずなんか一個決めて、でなんか詰めてった方がいい気がします。あ、そうそう、決めっていうのはあのリズムの決め、ここで止めようとか、ここでバーンってやろうとか決めることのことを決めって言います。なんか一個完成品作りましょう。無茶ぶり。なんか完成品作りましょうって言ったらみんなめっちゃ真剣になっちゃった。ペン欲しい。いいっすね、ありがとうございます。どうしよう、いっぱいよ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 、汗ちゃったよ。はい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 、あの決まるところから決めていきましょう。時間が、制限時間あるんで、あと5分ぐらいですね。やばいやばいやばい。まずちゃんと決めましょう、ちゃんと。ジャズワルツ、ジャズワルツに決定、ジャズワルツに決定。はい、じゃあ本番よろしくお願いしまーす。お願いします。コードが変わってるのメモして、あと8分の6って書いてあるぐらい、うん、あと頭の中でねやってるって感じ です、ね、あやっぱりコードと、そうですね、でここでドラムとキメが書いてあるので僕はこの音符を、全然画面に映ってないです。あ、ごめんなさい。ここはあのリズムを、リズム符を書いてます。スターツスターツスターって、ここでキメをやるので、こういう風に、はい、リズムを書いてます。僕は比較的何も書いてない方なんですけど、ほぼ何も書いてないです。そうですね、はい、ね、これ、あーこれコードか。そうです、あ2-5-1-6、はい、まあそうですね、あと字が汚いってことで。ワルツってとりあえずジャンルの指定は必ずしてます、はい、リズムが変わるので、はい、ってことですよ。
同じ音を弾くっていうところでドラムがいっぱい叩きすぎると変になるんで、はい、これは必ず書いて、あとソロのセクションに関しては、あ、順番、順番は最後ドラムは絶対にジャズだと他の音が全員消えるので、はい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 、あの自分がいつやるかっていうことをはっきりしとかないと危ないので、ああ僕も同じようなやつそう、仲間、仲間、仲間、よかった同じだと思ってよかったありがとうございます、ありがとうございます。本当にそんな感じでアドリブだからもう何も書いてないですよね。うん、まあっていうか確かに確かに確かにっていう感じで、リハーサルパパパってやるのにメモ書いてっていう感じで、15分ですぐやってくれました、ありがとうございました。イエーイ、というわけでバークリー音大の日本人バンド、リンゴバンドさんと今日コラボさせていただきました。で、リンゴバンドのチャンネル概要欄に貼っときますので、よかったらそちらも見てみてください。僕も演奏一緒にしてます。ということで、また出ることもあると思いますので、ぜひよろしくお願いします。打楽器の演奏家の島崎優斗と、リンゴバンドの皆さんでした、ありがとうございました。